皆さんこんにちは。スマシ TV です。滝沢秀明氏の新会社 2B のもと、 SNS 上でファンに向けて情報発信を続けている元キング&プリンスの平野翔さんと神宮寺勇太さん、2人は世界進出の実現のためジャニーズ事務所を離れましたが、音楽活動に関しては未だ動きは見せていません。しかし一方で、7月7日の 2B 合流発表の直前まで平野さんに関しては全く別の進路が残されていたようなのです。今年5月22日にキンプリを脱退しジャニーズを退所した平野さん、同時期以前から業界内外で噂されていたのは、そこまで深い交流があったわけではない滝沢氏との合流ではなく、 BTS らが所属する韓国の大手プロハイブへの電撃移籍説だったのです。具体的な話こそ出ていませんでしたが、実際にハイブの名前を挙げて報じる週刊誌は複数あり、かなり現実味のある話でした。しかし6月下旬、週刊女性が突如平野神宮寺の 2B 合流を断定的に報じ、翌月には同社の公式 YouTube チャンネルで正式発表が行われましたとスポーツ紙記者は語っています。実は平野さんは過去に平手友梨奈さんがハイブに移籍したことを受けて、平野翔のハイブ移籍が現実的になったとネット上で話題になっていました。平手さんのハイブ移籍が報じられた当時のネットでは、平野翔もハイブ移籍説をみんな言ってて、考えることはやはり同じのようだな、そうなると噂でよく聞く平野翔のハイブ移籍って意外とありえるんじゃない、ハイブって事務所マジでめっちゃ雑食ですごいな、これは平野翔所属ありえる世界線来たな、といった声が上がっていました。ハイブは BTS をはじめとした世界で活躍するグループが所属する韓国事務所ですので、ここへ行けば平野さんが脱退の理由として語っていた海外進出の挑戦ができるということから、かねてから予想されていたようです。しかしファンの憶測かなという感じだった状態から、今回の平手友梨奈さんの報道でより現実的になったとツイッター上で大騒ぎになっていました。もともと海外での活動をはじめとして、それぞれに目指す方向が異なってきたことにより、平野さん、神宮寺さん、岸さん3人は脱退退所を決断しています。ファンサイトにアップされた動画によると、平野さんのコメントでは、デビュー当時からジャニーさんとの夢や約束、そしてファンの皆さんとしていた約束、海外で活躍できるグループを目指してきましたが、自分の年齢と向き合った時に全力で取り組んだとしてももう遅いなと感じてしまい、目標を失い今回の決断に至りましたと語っています。また神宮寺さんは、海外進出することが僕自身とジャニーさんと、そしてファンの皆様の大切な夢の一つでした、その夢を追い続けるために活動してきましたが、活動方針の考えが変わっていきました、自分勝手な考えではありますが、メンバーがこの先一人でも退所するなら自分も退所させていただくと決めていましたと、今まで海外進出を目標に頑張ってきていましたが、メンバー内の活動方針が変わったことを理由に挙げています。世界を目指すなら BTS が所属する韓国の事務所ハイブに移籍してほしいと望むファンが続出しており、ハイブにキンプリメンバーを受け入れてほしいというメールを送るファンも現れていたようです。もちろん何の脈絡もなくハイブへメールを送ったわけではないようで、キンプリのファンなら知っている話ではありますが、 BTS のレコーディングスタジオにキンプリがデビューした時の新聞記事が飾られている写真があったのです。デビュー当時のキンプリと BTS にどんな接点があったのか定かではないですが、事務所同士も含めて何らかの興味はあったのではと見ていた人は少なくないようです。また平野さんのハイブ移籍の噂の出どころに関しては、振付師の理恵畑さんの影響もあったのではと考えられてます。振付師の理恵畑さんは月読みなどのキンプリの楽曲の振り付けを手掛けています。そして理恵畑さんはキンプリだけではなく、ハイブ所属で有名な BTS や韓国の音楽グループで人気の TWICE などの振付師として知られています。
そのためキンプリで活動する平野さんはリエハタさんの影響で韓国進出を考えているのではという噂が広まり、平野翔がハイブに移籍という噂につながったようです。というのも平野さんとリエハタさんは師弟関係のような関係で、平野さんはリエハタさんのことをダンサーとしてかなり尊敬しており、リエハタさんも平野さんのダンスの実力を認めています。お互いにリスペクトし合う関係だったようです。また平野さんは以前テレビ番組でリエハタさんのことをヤバいダンサーさん、リエハタさんというヤバいダンサーさんがいるんですけどと語っています。するとリエハタさんも自身の SNS で平野さんのヤバいダンサー発言に反応して、ヤバい人とハッシュタグで反応していました。2人が同じイベントや番組に出演した際に、リエハタさんが平野さんのパフォーマンスを褒めたり、2人の仕草や視線などからお互いに意識し合っているように見えるという指摘もあり、交際疑惑も浮上していたようです。いずれにせよ平野さんの人生においてリエハタさんの影響は少なくないようです。平野さんのソロアーティスト活動を期待していたと思われるハイブ側ですが、 2B 入りが決定したのは平野さんがジャニーズを退所した後のことで、まさに急転直下の展開だったと言えるでしょう。しかし当時の平野さんには 2B だけでなくハイブへの移籍も選択肢にあり、交渉のテーブルにもついていたのだと言います。平野の移籍についてはハイブ内でもごく少数の関係者だけで極秘裏に進められていたようです。結果的に平野はハイブを蹴って滝沢氏を選んだわけですが、その理由は彼が個人ではなくグループでの活動を希望した結果だと言われています、と広告代理店関係者は語っています。ハイブ側は平野さんに対しグループの一員ではなくソロアーティストとしての活動を期待していたものの、条件面で折り合いがつかなかったそうです。平野と共に 2B で再始動した神宮寺だけでなく、9月末の退所が決定している岸優太もまた年内には 2B 入りすることが確実視されている。現状平野と神宮寺の活動が SNS の更新しかないのも岸の退所を待ってから本格始動するためなんです。この3人での音楽活動が来年以降の 2B の核となるはずですし、平野にとってもこの形がベストだと判断しているのでしょう、と広告代理店関係者は続けました。ハイブと 2B どちらに転んでも5人でのグループ活動は果たされなかったこととなりますが、この決断が正しかったのかどうか、平野さんの本格始動を待ちたいところですね。ご視聴ありがとうございます。ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。たくさんのコメントや感想もお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。